堺雅人さんは菅野美穂さんに対して、あなたの演技は素晴らしい、肌が美しいなどと褒めまくってアプローチしていた。お二人は交際3ヶ月で結婚し、芸能記者も全く知らなかったと口を揃えていた。ビッグカップルでありながら派手な振る舞いを一切せず、休みの日には電車に乗って出かけ、ママチャリで100均に行くなど話題となっている。堺さんが仕事に行くとき、菅野さんはどんなに朝が早くても朝食を作って送り出している。